2017年7月23日、ここ群馬県伊勢崎市アイランドヒルズにて、男たちの男たちによる、ゆうやと千夏のための余興が開催されようとしている。まずは各町名人から祝福のコメントをいただいているので聞いていただこう。これだ。あの、すいません、はい、大木さん、いや、ワークアウト中に時間割いてもらっちゃってすいません。いや、オッケー。大木さん、なんか、片言っていうか日本語片言なんですけど、大丈夫ですか？ From USA, no thank you. Oh, what's up? Yeah.ちょっとすいません、日本語は寄りに戻してもらっていいですか？あ、すいません。はい、はい、ちょっとあのお二人の、はい、あの愛のキューピッドってお話伺ったので、ちょっとあの二人のその馴れ初めというか大木さんの知ってることでいいのでお話聞かせてもらってもいいですか？お二人というのはあのあの二人ですかね。そうですね、ゆうやくんと千夏さん。あの美男美女の、ええ、いや、存じてますか？あ、存じてます。ちょっとなんか大木さんが二人のなんか愛のキューピッドっていう話を聞いたんですけど、初めは遊びだった。あ、それは筋トレですね。筋トレですか、はい、遊び半分であの紹介したわけじゃないですけど、はい、ええ、まあ千夏さんが誰かいないかということで、でもゆうやさんしかいないと思って、はい、あのゆうやさんがお酒飲んでぐでぐでの時に無理やり誘いました。それで紹介したわけですね。それでそうですね、お酒飲んでお腹いっぱいのところに、はい、パスタ屋さんに行って、はい、2人をちょっと、はい、ガッチリさせて、はい、あ、そういう慣れ初めなんですね。で、岩田さんがトイレに行った時に、はい、どうって聞いたら、はい、かっこいいっていう、はい、かっこいいっていう、もう一度もらってかっこいい、はい、ありがとうございます。あの、はい、言葉が出たんで、はい、もう完全、はい、バンド効果だっていう、はいはい、そういう慣れ初めなわけですね。そうですね。そしたら、はい、まあやっぱり最初は遊びじゃないですね、あの筋トレですね、筋トレですね、はい、だんだん仲が良くなって、はい、結婚の報告聞いたので、はい、こんな俺がキューピッドにキューピッドに、はい、間違いないですなっちゃいました。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にあのお二人にあのおめでとうのメッセージをお伺いしたいんですけど、いいですか？辛くて言えないですいや、そこをどうにかお願いします。本当にキューピッドとして幸せです。そして末永く、まあ、継続が力なりになるのでお幸せに。すごいカメラ目線ですけど、お幸せに。坂田君、結婚おめでとうございます。改まって言うとなんか恥ずかしいんですけど、会社の方も末永くよろしくお願いします。以上です。坂田君、結婚おめでとう。ラガラガラガラ。おめでとう、イエーイイエーイ、うん、今日は行けなくてごめんね、ごめんね、うん、まあこれから出てくるやつらに俺が出るしたから期待してくれよ、うん、もう一回期待しててくれよ、おめでとうございます。
プトック、俺たちのネクストエピソードのトラックに乗せてウェアスクルーが何かワクワクすることをやってくれるみてえだから楽しみにしてくれよな。ゆうやくん、千田さん、結婚おめでとうございます。おーす。今から俺たちウエアスギャングスターステーションがそっち行って気持ちを歌に乗せて歌うんで聴いてってください。よろしく。よろしく。